はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストモンスターズ2、ビートルガンの不思議な不思議な感じ、続きやっていきたいと思います。今回はね、もうね、行っちゃおうかなと思いまして、裏ボスにね。キラーマジンがここまで上げましたね。とりあえず、まあ、こんなにあれば大丈夫かなと思うんですけどね。まあ、スキルはまた考えますけど、回復役がね、いないので、まあ、とりあえず、行こう。おう、その溢れる力、見事わしの試練をこなしてきたようじゃな。まさに狭間の闇に挑む者としてふさわしい。よう頑張ったのいる。その後も気づいているであろう、闇の波動が空全体を覆っておる。あそこじゃ、あそこに狭間の闇の王がいる。行くぞ、いる。あの大穴にグランエスタークで乗り込み、狭間の闇の王を打ち果たすのじゃ。あいつの力を計りしねる。くれぐれも用心していくんじゃぞ。準備ができたら、わしに話しかけるのじゃ。我らの悲願、どうか果たしてくれよ。何年越しなんでしょうね。まあとりあえず今強い人はこれしかいないからね。ここはもう申請やってないけど、まあ何々した方がいいってのはね、いっぱいあるでしょうけどね。まあやって配信してしまってからはもうどうしようもないんでね。あとでそれはもう自分でやっていきますんで。狭間の闇の王を封印してから育成層、ついにあやつと相まみれる時が来た。あの罠にグラインスタークに乗り込み、狭間の闇の王を打ち果たすのじゃ。さあ行くぞいる。最終決戦に臨む準備はできているか。はい。狭間の闇に怯えぬ世界を作ること。そのためだけに我らは今まで生きてきた。我の日がどうか果たしてくれよ。さあ、私の頭に乗るがよい。まあ今聞いたセリフですね。さあ、我らを導くのじゃ。闇の王の巨像、狭間の世界へ。私はいつまでこんな風に隠れてなきゃいけないのでしょう。どうく聞いていませんでしたよ。あんな化け物が現れるなんて。ん？おう、あなたはイルさん。もしかして私を助けに。実はあなたとカメハさんの二人が私の屋敷から宝を持ち帰った後、急に邪悪なオーラが溢れて、とんでもない化け物が。来たようじゃな。神竜王、ゼノシド、アスラゾーマ、サイコピサロ。我の生み出した滅びの使者はことごとく打ち破られ、異世界には主と呼ばれる新たな魔物が住み着いていた。我が魂が封印され数百年、もはや我に逆らうものはないと思うていたが、やはり貴様の入れ知恵だったか、賢者ミラクレア。お主を封印した後、わしは狭間の闇について調べ尽くした。お主の好きなようにはさせぬ。どこまでも目障りなやつよ。だが貴様一人で何ができる。
ミラクレア様は一人じゃないぞい。世界を分断し、多くの者の命を奪った罪、今こそ悔い改めなさい。てめえだけは絶対に許さねえ。ありたけの力ぶつけてやら。皆、イルに続くのじゃ。なんだと？とどめじゃ、狭間の闇の王。クックク、危ない危ない。今の一撃にかけていたようだが、何百年かかろうがやはり貴様らに我を討つことなぞできぬのだ。いる、動けるのはもうそなただけじゃ。頼んだぞ、我らが恩敵、狭間の闇のを打ってくれ。そうか、貴様がこの魔物崩れを率いて滅びの使者たちを葬ってきたのだな。にわかには信じがたいが、この狭間の世界で奇跡は起こらぬ。さあ、我が腕に落ち、絶望の深淵を未来永劫漂うがいい。さて、来ましたね、首の長い人ね。とりあえずね、まあアイテムは駆使しようか。攻撃力上げといてね。ここも上げといて、アタカンつけとこう。まあキラーマジンがどうしようかって話なんだけど、カウント割り効くかな。素晴らしいね、マテリアルバーンって書いてね。おお、ヒバルンバ。いろいろ無効で、まあこのままいっちゃってもいいかな。ニジクジャク意外に攻撃力高いですからね。猛毒首。ガキンって言ってますからね。1563。はい。もう一回同じのいきますよ。アタカンがどれだけ大事かですよね。はい。すごい簡単じゃんって話ですけどね。こんな簡単に終わるのかって話ですよね。なぜだ。闇の王たる我が、なぜこのような小アッパに。うぎゅる、ぐぎゅ、ぶふ、はぎわーはぎわーと。まだだ。まだ終わらぬ。我が闇を求める限り。絶望は終わらぬぞ。はい、来ました。まあこの姿はね、まあ名前今出ますけどね、名もなき闇の王と出ますね。
これはね、あのジョーカーとか次のね、続編とか言いますけどね、一歩前はね、いなかったですね。ということで、まあ、その連戦なので、まあ、そうだね、攻撃をちょっと高めて、これ多分テンション貯めると思うんですよね。なんで、アタカン、あでもどうだろう。守りの気の方がいいかな、そんなような気もするけどね。まあ、弱ってたねだろうな、ダメは。この暴走期間とね、まあ、攻撃力上げとけばね、2から3回コードついてるんで、あれだよね、そうだよ、これやってくんで、最大 HP のダメージ。容赦なくやってきますんでね。お、剣の前。あれ7発当たればいいか。とりあえずはね。下がってるから、ね、とりあえず意味ないから、スクルピをやっといていいかな。大丈夫か、落ちないか。そのまま打っちゃおう。だんだんね、下げられていっちゃうんで、まあ、早めに勝負はつけたいですよね。ちょっと硬いよ、さすがに。マジンが狙われてる。200最高か。そうだね、ゼリーの前だからね。だから晴天の霧とかあったら今それ以上ダメージはいくけどね。お金のハードを使ったって意味ないんだよ。じゃあ回復しなくちゃいけないけど、多分MP は大丈夫だね。むしろキラーマジンガーがまずい。ここデフォマジンでいいよ。どっちが先つき、あ倒したあーしまったな。結構簡単でしたね。やっぱ挑戦難しいな。結構ね、いい戦いしたかったんだけどね、キラーマジンガーぐらいの強さが、キラーマシン2も同じぐらいの強さだったらね、結構いいかったかもしんないね。だから溜めて打ってくるんで、最大 HP 削られるんで、まあ、長期戦だったらちょっとね、きついかなって感じしますけどね。こんなんもあるけどね。正直もっと時間かかるかなと思ったんですけどね。グビュール、ゲニュー。ゲゲゲ、まだまだ我が闇の地柄ば、こんなものでばない。これ喋るんだ一応。まだ終わらぜん。いる、わしの声が聞こえるか。我らにグランエースタークに最後の目を下すのじゃ。すべての闇を滅せよと。グビアラー、もう言葉であって言葉じゃないよね。終わったか。よくやってくれた、イル。これで世界が狭間の闇に脅かされることはあるまい。グランエスタークもその役目を終え、我らと共に天に昇っていくじゃろう。
お別れじゃ、イル。そんな顔するな。わしらの心はいつもそなたと共にある。マルタの牧場に行ってみろ。その証を残しておいてやったわ。やれやれ、これでわしらも安心して眠りにつくことができる。マルタの牧場に行ったらね、まあなんかあるんですよね。それではな、いる。まあ、ちなみにですけど、このミラクルアもそうですけど、まあ、グランエスタークとかね、名もなき闇の王とかね、あれも作れますんでね。ありがとう、奇跡のモンスターマスターよ。まあ、ちょっと複雑だけど、まあそれも後でやっていきますんでね。まあ、この後にやろうかなと思ったんで。ここ来る前もね、やろうと思えば作れるんですけどね。さん？イルさん？お、よかった。気づかれましたか。私の狭間の世界を取り返してくれて本当にありがとうございました。それでですね、これなんですが、さっきあの化け物が倒れたあたりで拾ったんですよ。どうかお納めください。お、なんだ、なんかくれんのか？はい、最後の鍵を受け取った。まあ、これね、この最後の鍵が、本当に最後の場所なんで、ここ行くまでにもう配合とかね、完成させて一番最後に行こうと思います。なので、最後の鍵行かないんですかとかね、最後の鍵の中に何いますよとかね、そのいるモンスターね、行かないんですかとかいうのはね、ちょっと控えていただければ嬉しいと思います。ジョーカーとかね、テリワの時もね、最後にいつもやってるんで、まあ動画ね、今まで見てくださってる方だとわかると思うんですけど、自分そういうやり方でやってますので、よろしくお願いいたします。おい、イル、聞こえるか？俺だ、ワルボーだ。世界中を覆っていた闇の力が消えた。お前とうとうやってくれたんだな。でかしたぞ、さすがイルだ。さあ、マルタに呼び戻すからじっとしてろよ。さて、ここからが本番ですね。おや？お帰りですか、イルさん。またいつでも遊びに来てください。カメハの坊ちゃんにもよろしくお伝えくださいね。これね、イルルカなんですけど、当時ね、まあ発売した時に自分ね、まあ買ったんですけどね。まあこれイベント終わらせてから話しますね。言いたいことはいろいろあるが、まずはマルタンチからを分けてやる。さっきな、これまで感じていた邪悪の気配が嘘みたいに消えてなくなってよ。お、普通に戻ってるね。お前の顔がすぐに思い浮かんだんだ。あいつついにやりやがったって具合にな。光を奪うものとか、狭間の闇とか、そんなことは俺にはどうでもいい。マルタが平和になって嬉しいぜ。ありがとうよ、イル。さあ、牧場にいるルカにも報告してきな。お前のことをいつも気にかけたぜ。さて、報告に行くんですけど、結構楽でしたね。ちょっと苦戦するかなと思ったんですけど、あんまり苦戦しませんでした。お、ルーラーが使えないってことはやっぱイベント起こるのかな？おい、いる。おお。なあ、ちょっと来てくれないか？不思議なことが起こったんだ。これね、ルカで始めるとね、まあ、いる同様、まあ、服も変わりますんでね。まあ、ルカバージョンですね。結構かっこいい服とかあるんですけどね。はい。卵ね。これってモントナーの時と同じ卵だよな。まあ、ここでわかるんですけど、2体目のモントナーが手に入るってね。これ4枠にしようかな。世界がパーッと明るくなったと思ったら急にこの卵が現れたんだよ。いる、その卵はわしらの心を宿した希望の卵。心に形はない。故にその中の子は未だ姿が定まっておらぬ。どんな姿の子が生まれるかはそなたの心一つじゃ。いるよ。そなたは我らの思いを受け止め、見事それらを、それを果たしてくれた。そして分断された世界、そこに住まう全ての人々を救ったのじゃ。
これからも平和の鍵となる奇跡のマスターとして皆を導いてくれよ。はい、おめでとうございます。あなたの活躍で無事世界は救われました。しかし、あなたの冒険が終わったわけではありません。モンスター格闘場に現れた新しい対戦相手に挑戦したり、手に入れた最後の鍵であの超巨大モンスターを作ってみたり、無限に広がる不思議な鍵の世界で新たな出会いがあなたを待っています。まずはその冒険のパートナーとなる新しいモンスターを仲間に迎えましょう。はい、ということです。毎回変わんだな、これ。いた赤ずきんちゃんこれ昔これ使ったんですね。パターンで決定、もう授かった体を、まあ、どっちもいいけど、メスでもいい。性格を選びましょう。積極的、 MP と翼が高いモンスターに育てそうです。まあ、帰れますかね、いろいろね。本当な。ああ、そうだね。2体目だね。あ、そっか、2体連れていけないのか。じゃあいいや。はい、宿り木の世界を旅した。はい。ということでね、まあ、今回ここまでですね。それさっきちょっとね、言いかけたんですけど、やはりね、結構ラスボスっていうか裏ボスはね、まあ、楽だったですね。だから最初ね、これね、当時、買った時、発売してね、イルルカが発売しまして、まあ、昔のね、イルルカとかやってましたけど、あんまね、特性とかもね、またガラッと変わってたりしますんで、まあ、スラブラスター見てわかる通り、常に、アタックカンタと魔法カンタついてましたよね。だからアンナンとかもイルルカからだとテンション貯めると貫通できたりとかね。だからジョーカーの時なんかテンション貯めても貫通しなかったんで結構強かったんでね、まあ本当に爆裂剣とか剣の舞とか使った方が楽だとかね、いろいろやり方はあったんですけど、まあ効くものもありますしね。でもそれだとまあありきたりだから、まあ違う方法で倒したりとか前もやってましたけどね、イルルカの方がまあジョーカーの時よりはまあ簡単に倒せましたけどね、スラブラスターはね。で、スラブラスターなんですけど、まあそうだね、結構ね、まあそうだとしても強かったり、あとね、もうタイトルの上にハッシュタグがついてあってね、スラ10ブラスターって入れるとね、10以降のね、文字がね、反映されなかったとかね、まあ配信してて気づくこともね、ありましたしね。だから名もなき闇の王だったんですけど、発売当時買った時なんかね、あんま特性とか自分あんま知らなかったので、今ほど知らなかったんでね。だから簡単に言うと、根に持つタイプとかも、ジョーカー3とかだったらね、休み効果と呪い、まあ、2つね、効果あるんですけど、まあ、このイルルカだとね、まあ、呪いだけっていう話聞いたんで、あんまりじゃあ、やられても良くないなと思ってね、まあ、違うのつけてみようかなとか、やっぱそういうところもね、まあ、昔はなかったけど、今はあるみたいなね、そんな勉強になったりね、まあ、しますし、だんだんね、モンスターズも、中身はね、改良されていってると思いますのでね、また今後も、新しいね、モンスターズ出るって話なんで、まあそれをね、やりたいから、まあね、テリワンがモンスターズ1なんでね、で、イルルカがモンスターズ2でね、モンスターズ3がね、まだ発売いつかわかりませんけど、まあね、配信してる時はもう分かってんでしょうけど、今現在の話ね、これね。で、分かった時ね、それも、イルルカやらないでそっちね、やるのも嫌だったんで、まあイルルカね、今のうちやっちゃおうっていうのもありましたし、まあやろうとは思ったんですけど、他のゲームもやってるんでね、一気にあんまいっぱいやりすぎると、ちょっと自分が首回らなくなっちゃうので、
そうですね。まあそういうのもありましたしね。だから、発売当時からね、今まででね、やっぱり自分も成長してるのかなって思いますね。だから最初、名もなき闇の王出てきた時、自分確か倒せなかったと思うんですよ。これどうやって倒すんだろうなと思って、テンション溜めてきてね、普通にとんでもない攻撃食らうし、最大 HP 減る攻撃なんて知らないから、なんか時間かかればかかるほどだんだん削れていったりね。だから、技の名前見た時とか、テンションとか自分やってくの知ってましたんで、まあ知ってるっていうのもね、大きかったですけどね。まあ今初めて知ったとしても、あ、これやってくるんだって、やっぱ先手打って倒さなくちゃないなと思ってね、攻撃力めちゃくちゃ上げて、まあ倒したりとか自分なりに多分やってたと思うんですよね。だからそういうの面でもやっぱりモンスターズのゲーム力上がってんのかなと思いますね。だからネタでやってるパーティーって結構自分やってるんですけど、このモンスターで縛りでやるとかね、例えばスライム系だけでね対戦やってみるとか昔やってたんですけど、作るのね結構大変なんで、やっぱり1個パーティー作るのってすごい時間かかるんですよね。だその中で、ガチなパーティーを作ると、そのネタのパーティーが全然できなくなったり、ネタのパーティー作ってるとね、ガチのパーティーがね、やっぱり作れませんよね。ガチを作るってことは、本当にガチ勢と戦わなくちゃいけないので、強い方ね、本当に強いんで、まあ自分の知ってる方とかね、何人かいるんですけど、普通にツイッターとかでね、連絡してる方とかでね、普通にゴッドマスターいますんで、アホみたいに強いので、まあその人と戦ったりね、まあ、これのね、そういうアドバイスとかいただいたりして、まあ、やってたのもありますけどね。まあ、こんなパーティー面白いとか、いろいろね、自分なりに考えてやったんですけど、やっぱりね、対戦とかは本当に人気があるので、1回ね、やるっていうとね、100件ぐらいね、コメントが来てね、100個なんか一気に配信できないので、やはりね、まあ、自分のいつやってくれますかって話になってね、だんだん自分追い込まれていって、配信できなくなってきてやめましたっていうね、まあ、裏事情はありましたけど、もう、そんぐらいやっぱ人気あるのはね、嬉しいことですけどね。やっぱり体一つじゃ間に合わないのもありますので、まあそんだけね、やっぱ人気あるゲームは、ね、まあイルルカもそうですけどね、対戦も人気あるんでね、まあ新しいゲームが出たらやろうかなとか思ってますけど、自分ね、ちょっと無理、あんまりね、もうジョーカーの時みたいにそんな無理はできないので、まあ自分のペースでやっていけるんであれば、やっていこうかなっていうことは考えてますね。だからね、本当に、まあ名もなき闇の、まあ当時から2回目戦ったんですけど、やっぱり自分上達してるかなって感じましたね。まあ、分かってるからっていうのもありますけどね。まあ、レベルも高かったし。まあ、そんな感じで。まあ、長らくご視聴いただきありがとうございます。これで終わりってわけじゃないんでね。本当にここからがスタートだと思ってますので、まあ、配合やってね。まあ、最後の鍵、最後行くって言ったけど、それ入らなくても多分全部集まるんじゃないかなと思いますけどね。いろいろすれ違いとか、やっぱそっち側の話になっていきますので、そうですね。そっちも積極的にやってね。まあ、今回こんなん入ったんで、このモンスター作りますって感じで配信していきたいと思います。長らくね、ご視聴いただきありがとうございます。まあ、他のゲームもやってますんでね、まあ、そちらもよろしければご視聴していただければ嬉しいと思います。あ、こっちも見てくれてるんだ、みたいな感じでね。なんか、やっぱ糧になってね、ドラクエも頑張ろうとか、自分多分結構単純なんでなると思いますんで、まあ、よろしかったらよろしくお願いします。もう普通の宣伝ですけどね。はい。ということで、ご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。